ニューポケモンスナップ。木々が生い茂る森や海、広大な砂漠など多様な環境の島々からなるレンティル地方。ここでは多くの野生のポケモンたちが暮らしています。主人公は香美博士の依頼でポケモンたちの写真を撮影し、生態を調査することになります。調査ではネオワン号がルートに沿って自動で移動します。ジャイロ機能でカメラの視点を操作して、ポケモンたちの決定的な瞬間を逃さないようにシャッターチャンスを狙いましょう。調査が終了すると撮影した写真を香美博士に見てもらいます。まだ見ぬポケモンの生態を見つけに何度でも足を運び、自分だけのフォト図鑑を作り上げましょう。撮影を手助けしてくれる道具などを紹介します。フワリンゴ。近くに投げるとポケモンの食事の様子が撮影できます。他にもポケモンを誘導したり、ポケモンに当てたりすることで何かが起こるかもしれません。イルミナオーブ。ポケモンに当てるとイルミナ現象を起こすことができます。イルミナ現象で発光したポケモンは生命エネルギーが満ちあふれ、特別な生態を観察できることもあるようです。また島の各地に点在するクリスタフラワーに当てると新たな光景を見ることができるかもしれません。メロディー。鳴らすとポケモンが踊り出すなど新たな反応を見ることができます。サーチ。隠れているポケモンや周囲の怪しいところを発見することができます。サーチをした時の音や電波にポケモンが反応してくれることもあります。これらを活用してポケモンたちのさまざまな生態を撮影しましょう。よりたくさんのポケモンたちと出会うための方法を紹介します。各地に点在する怪しいところをサーチすると、これまで入れなかった場所につながる道が見つかることがあります。そこではこれまでと異なる角度でのポケモンの撮影や初めて見る風景、ポケモンの新たな生態を観察できるかもしれません。また調査を進めていくとルートの調査レベルが上がります。調査レベルが上がると多くのポケモンたちが見られるようになったり、新たなルートに行けるようになったりします。時にはレンティル地方の言い伝えにも出てくるイルミナポケモンと出会えるかもしれません。イルミナポケモンは体に模様が浮き上がるなど特別な存在のようです。イルミナポケモンの謎も解明してみてください。撮影した写真はポケモンの大きさや位置などによってスコアがつきます。またポケモンの行動の珍しさで星1から星4に分類されます。ポケモンによっては星4や高スコアの写真の撮影は難しいようですが、これまでに紹介したことがヒントになるかもしれません。撮った写真は加工することができます。写真をアルバムに保存する前には
位置の調整や回転、ぼかしを入れることが可能です。写真の端にいるポケモンを中心にすることもできるので、自分好みの写真を作ってみましょう。アルバム保存後にできる写真加工では、フィルターやフレーム、スタンプを使っていろんなアレンジを加えられます。同じ写真でもおしゃれな見た目からコミカルな見た目まで幅広くカスタマイズできます。ぜひ自分だけの一枚を作成してみましょう。オンラインでは世界中の人とつながることができます。お気に入りの写真はマイページで公開してみましょう。気に入った写真にはリンゴメダルを送り合うことができます。またスコアのランキング機能もあるので、撮影スキルを磨いてランクインを目指しましょう。レンティル地方にはポケモンたちの知られざる生態がまだまだ多く残されており、今回紹介したのはほんの一部です。ぜひあなたの目でこのガイドブックの先に広がる世界を確かめてください。